さあ皆さん始まりました。4月の20日、今が16時50分、いつも通りマーケットの分析やっていくんだけども、今日日経平均50円高ですね、一旦寄り付き下がってから、じりじりと値を戻していくような形で、まあ、日柄調整ですよね。日経平均、まあ日本株全体的に到落列車を加熱済みのラインまで入ってるんで、まあ、そこの加熱の修正が行われてきてると。あとはですね、ちょっと今日発表されてきたデータで、ちょっとね、あのかなり、 理解,が苦し理解に苦しむというか難解なデータが出てきている、まあ、そういったところの情報の共有あと昨晩の米国株の動きそこ辺りのまとめた状況のアップデート今やっぱり重要局面ですからしていきたいと思いますで僕に関して言うとちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて3週本店まで行っています で、ボーナス狙って毎年ね、車掌書を取ったりとか、しっかりと実務経験を積んできているので、そこあたり踏まえた上で、これからの話、よかったら参考にしてもらえたらと思います。よかったらね、皆さんチャンネル登録、あと高評価ボタン、よろしくお願いいたします。あと、メンバーシップで、ね、テクニカル分析の勉強会をしてるんですけれども、前皆さんにね、あの、告知した通り、あの、1ヶ月間集中的にデートレの勉強会、ちょっとメンバーシップ限定でやっていこうかなというふうに考えてます。で、詳しい日誌ね、あの、また皆さんの方にお伝えしますので、 それまでにちょっとお待ちしていただけたらなというふうに思うのでよろしくお願いします。というわけで、まずはいつも通り、日経平均の分析からやっていきましょう。で、今ですね、ストキャスティックスは加熱気味のライン、RSI はまあ切り上がってきてると。はい。で、MacD に関しては上昇トレンド、青のラインがオレンジライン。これを下から上に突き抜けているので、上昇トレンド、ゴールデンクロス形成中で上向き波動を で現状の日足の位置はさっき皆さんにお伝えした通り直近高値ラインですね3月8日の、まあ、9日、高値の2万、まあ、8700円近辺か、まあ、そこあたりで日柄調整がこの3日、4日ぐらい入っているような形ですね今週あここあたりでビタ止め状態これは一重に皆さんに言っている通り投落レシオが加熱気味だから今日の時点でも120後半ぐらいまで 上がってるんですよね。25日のデータが。まあ、それ、後ほどお見せしますけれども、まあ、それがあるからっていうところだとは思います。で、現状の日経平均の冷やしの位置、まあ、もちろんね、あの、直近の3月8日のすったそこで足止め食らってるよっていうこともあるんだけれども、もう一つ、やっぱし重要なラインあるわけじゃないですか。PR13.5 倍の理論値、まあ、これはもう超えてます。 28,179円。あのこの理論値のあの求め方に関しても後ほど解説するんですけど、そこの抵抗ラインを抜けて今 PR14 倍の理論値29,222円、あと29,000円の節目ですね。まあ、そこを目指していくかどうかっていうところの動き方になってるんですよ。まああのー、ここあたりに関してはね一旦そのもうちょっとやっぱり下落レシオの過熱の修正が行われないと。 ななななかかかか上に開けにくいいのかなっていう感じがするかなあと現状、ニューヨークダウ先物がちょっと下がっていてこれあのダウの先物の,、ね、のチャートです、196ドル、まあ、大体200ドルぐらい下がってきてるんですよ、で日経平均先物も,のも、まあ、あのちょっと下がってると、はい、CME の方ではまあ90円ぐらい下がってるっていう状況かな。 なので、明日も今の調子で行くなら、ちょっともみ合う展開になるのかなという感じがします。まあ、とりあえずねやっぱドライ、ドルインが、パワーがですが、ね、円安に134円の50銭台近辺まで上がってるから、日本株強いよね。まあ、その論調が、ね、まだ出てるっていう形ではあるんですけども、ただね、やっぱそのここのデータですよね、騰落レシはい。これ、皆さんにさっき言った通りなんですけど、今日時点のデータ。 4月の20日時点で25日とのレシオが128なんですよ。で、120以上がまあ加熱気味で80以下がまあ売られすぎの水準っていう風に言われてるんですけど、これが今その全体的に加熱感を伴いながら日本価が上がってるものだから、ここもと1週間はまあ頭打ち28,700円ぐい近辺でうろちょろしてるっていう状態になってるんですよね。で、15日10日6日の分に関しても依然として加熱の サインが出てますでさっき言った、はい、あのデータですね、日経平均の理論値。ここに関しては、まあ、4月の18日あの、昨日のデータがちょっと抜けちゃってるんですけど、2082円なんですね、ここあたりね。2082円。昨日のデータで一日当たり利益はですね、4月19日で。そこから求められる日経平均の理論値が何歩なのかっていうところなんですけど、この求め方はあの PR かけることの EPS で求められます。 あの、PR は上の方からまあ11倍、12.5倍、13倍、13.5倍、14倍という形で今入れているんですけど、これかけることのさっきの2082円を押してもらう。そうすると日経平均の PR13.5 倍の理論値が28,107円。で、14倍の理論値が29,148円という形になってるんですよね。で、 今後はやっぱし決算シーズンに入っていろんな企業から続々と、まあ、いい決算も出るだろうし悪い決算も出てくる。まあ、そういった状況になるわけじゃないですか。もう決算シーズン入るわけじゃないですか。で、そこで一番ポイントとして見ておかなければいけないのはこの EPS です。これがさらに切り下がってくるかどうかは慎重に言って真剣に言っていうか、まあ、かなり重要なインフォメーションになるのでしっかりと見とってほしいんですよね。で、現状2082なんですけど これあの、この前の決算からですね、まあ、どん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 下がってるんですよ。一旦2144とかタッチしてたんですけど、2140ぐらいまで上がってたんですけど、そこから今60円ぐらい日経平均の1株当たり利益は減っちゃってるんですよね。で、次のやっぱりその決算シーズンでまたこの EPS が低下してくるってなってくると、さっき言った日経平均の理論値、はい、えっと、もう一回出しますね。 この理論値の下方修正が入っちゃうのでそうなってくると日経平均の基軸となるベンチマークが下がっちゃうわけですよ、理論値がねそこの,やっぱその修正が起きないかどうかっていうのがポイントになってくるかなっていう感じがします特にやっぱしアメリカの方まだ物価も粘着質まああのしつこいぐらいのインフレの高止まりが続いているわけだしあの昨日発表されたイギリスのまあ物価指数に関してもまだ高いわけですよ 全体的にそこのやっぱりその不安感っていうのはまだ完璧にファンダメンタルはかんあの解消されてないですよね。いい方向に。そこだけはあの知っておかなければいけないところですよね。あともう一つ、さっき冒頭部分で言ったんですけど、理解っていうかその解釈に困るデータが出ていて、それがこれなんですよ。投資た別売買動向です。これ現金部分なんですけど、4月の14日の週に、 海外投資家1兆円買ってきてるんですよ。爆買いで日本株を。現金で。あの、先物じゃないんで、これ先物と、あの、現金部分を合算したやつを見た方が、まあ、普通、あの、本当はね、あの、いいんじゃないかっていう風に言われがちなんだけども、思われてる節もあるんですけど、僕はやっぱし現金部分での買い付けが入ってるかどうかっていうのが重要だと思ってるんですよね。まあ、先物はどっちかっていうと、仕掛け的な売買が入りやすい。そこで海外勢がいっぱい買ってたとしても、 まあ、仕掛け的な買いなんだなっていうふうに判断しちゃうんですね。僕だ、僕だったら。で、現金で買ってるんやったら、あれこれちょっと長めに保有するつもりなんかなっていうふうに、要は解釈するわけですよ。で、4月の14日の週に、海外税は1兆円。はい、4月の7日、3月の31日、この3週間でだいたい1.7兆から8兆円買ってます。で、その反面売ってるのが個人。 あのこれ、現金部分と信用部分の合算なんですけど、現金部分で3000億円以上売ってるんですよね。信用では1000億円弱ですね、ちょっと売ってるっていう形で、4230億円売り越し、投資信託も売って、信託銀行も2170億円売り。ということは GPIF の,の日本の年金基金の買いは入ってないっていう状況です。あと、証券事項。 証券事項、証券会社経由からのその売買も、まあ、あの、3000億円、3078億円の売り越しだから、なので、今、この4月の14日、はい、えっと、日本株出そうと思うんですけど、日経平均。えっと、日経平均のチャート。4月の14日は、ここですよね、ここ。この1週間で、海外勢1兆買ってるんですよ。ここの下落のところでも6000億円以上買ってるんですよ。 この2週間で1.7兆買って上がってるんですよね。で、その間に個人投資家であったり、証券事故であったりとかは、まあ上がってる段階で、あの、しっかりと利益確定売りを入れてきてると。通常、こんだけ海外投資家が買ってきてるということならば、 売ってる主体が、その個人であったり、その他の主体であるとするならば、マーケットを作ってるのは海外投資家なんで、もうちょっと上がってくんじゃないかって、やっぱ思う人いると思うんですけど、ただ、これその、今出してるデータは習慣なんですよね。習慣なんですよね。こっち見てほしいんですよ。月間。これあの、月たいの、 あの、海外投資家であったり、個人投資家であったり、いろんな主体の現金部分での売買動向の合算です。さっき言った通り、4月累計で1.7兆ぐらい買ってるんですよ。で、3月累計は2100、2.1兆円ぐらい売ってるんですよね。まあ、その分ね、売ってた分買い戻してきたっていうだけだったらいいんだけども、いいんですけど、これね、あの、過去のデータ振り返ると、あの、 1.8兆ぐらいなんですよ。1.7兆とか1.8兆、月間で買ってる金額で言うと、これ、あの、下の方にスクロールしていくんですけどね、2020年の11月、ここも1.7兆買ってますよ、月間で。で、その後の月もガン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 買ってるんですけど、まあ、あの、ここ金融緩和じゃないですか。相場じゃないですか。で、ここ、3月の売り越し額は2.2兆円でしょ。で、2019年は、まあ、1兆ずつ毎月売ってるよねっていう状況の中で、 4月は兆なんですよ、りしが。で、2017年とかに振り返ってくると買い越し額が2.2兆で2.3兆ぐらいにあったりとか見えるんだけどここ2016年1.6兆ですよねはいでここ1.5兆まあその後また1兆ぐらい買ってるから翌月4月5月ってまああのあれなんですけど大体いいここ辺りは2013年ですよね 要はそのアベノミクスが始まった当初、海外投資家も日本株に期待してからもう買いのとに入れてたという中で、こういったデータが出てるんですよ。分解して。あの、月間で見ると1.7兆ってめちゃ多いんですよね。過去のデータ振り返ると。1.7兆っていう買い越し金額が多い方なんですよね。で、2兆円の売り越し額っていうのは結構出てくる。だから、5月相場も日本株を買ってくるかどうかなんですよ、要は。 ワンチャンであの4月2兆円近辺まで買ってくるかもしれないっていうのはあるかもしれない。だけども、やっぱその過去のデータを振り返ると月単位では1.2.2兆とか3兆ぐらいなのかなっていう感じですよね。ということは、ということはですよ、ここからのその海外投資家の買い越しのその手っていうのが少しペースダウンしてくる可能性っていうのも ちょっと考えておかなくちゃいけないっていうところですよね。で、最悪なのが、最悪なのが今ここで海外投資家1.7兆を買ってるじゃないですか。で、その反面個人投資家が売り抜けてますよ。はい。で、海外投資家買ってるからといって、ここからさらにその、個人投資家が買ってくるとするじゃないですか。で、その間に、あの、海外投資家が、要は売ってくると。 いうデータが出てくると日本あの個人投資家、高値掴みさせられるよねっていう形になるんでだから、ここが要はその海,外海外で買ってますと個人売ってるこのデータ見てから個人投資家これからガンガン,ガン,ガン現物で買っていくじゃないですかその間に海外投資家が逆に売ってきて買ってるのが高いところは個人だけっていうデータパターンになるっていうところがあのちょっとそれが怖いんですよね。うん、そのパターン、過去何度もあってやっぱりやられてるっていうところがあるんですよねやっぱその海外投資家に。 なのであの、そこは慎重に判断した方がいい。で、あのもうあの皆さんにアドバイスしている通り、もうあの今の段階ではあんま変わらないです。もうここのレベルで利益確定を利用入れてる人は、入れてもらってる人は結構多いと思いますから、残りの部分で上、試すといいと思います。はい、あのしっかりとそのいつ下がってもいいように、安全マージンを引きつつあの、トレードしておいてくださいっていうふうに今のレベルからもう言ってるんですけどね、事前準備っていう段階で。まあス月ーバのセルインメイという相場格言も、やっぱり意識されやすい、当落レーションも金付き見たからっていうところもひっくるめて。 パンダもそこまで改善してるわけではない。はっっきり言ってアメリカの利上げペースは、まあ一旦もうあの高止まりして終わるんじゃないかっていうね、あの、風に言われてますけど、利下げのことに関しても言われてるけれども、それも結局はデータ次第なわけですよ。消費者物価指数であったりとか。だから、何も、何でもやっぱその期待先行で上がってる感はやっぱし舐めないところはあると思うので、あの、忠実にそこあたりを意識しつつ、 守備意識もあの守備意識と攻めの意識を50 50ぐらいここからねやっぱその上がれば下がるば問題言うと結構あの半々ぐらいだと思うんですよはっきり言って半々ぐらいだからやっぱその50 50のやっぱその攻めと攻防のまあ、守備意識を半分ぐらいあの自分の中に意識しつつ あの上を試すっていう形でいいのかなっていう感じがします。じゃあ今日ちなみに日経平均の上下に寄与した銘柄どこなのここですね。1位、上昇の強度1位がファーストリテイリング1.4%上がって日経平均45ドル上昇で。東京エレクトロン、アドバンテスト、京セラ、TDK。この5銘柄がトップ5。主力値傘株が高いんですよね。で逆にあの下落しているのがソフトバングループ1.64%下げ。で、信越、中外、第一三共、好み。まあ、ここあたりが弱いと。で、 まあソフトバンクグループに関しては、クレディ・スイスからのちょっとそのね問題がまた出てきたりとかしてるので、あれなんですけども、とりあえず主力どころが買い戻しと手が入ってきてるんですよね。ちなみにレーザーテックはよかったです。もう下落方向に万読中ですね。これも今朝まで上がんないです。需給悪いんで、それどうなるか次第で、アドバンテスト2%上昇なんですよ。で、これ壁ドンパターン、一旦回帰して上がってきてるんですね。こういった形で。 ここの一目の上限のラインを割ってくると下にスルスルスルって行きやすかったんだけども、そのパターンが一旦その回避できるかどうかっていうところまで来てます。で、これダブルボトムのネックラインをここの高値ライン抜けてくるなら、まあ時給もまあ悪くないので、ボックス、まあ直近高値近辺目指してくる可能性も一応あるいはするという形。で、東京エレクトロン。まあここはまあ大体予想通りの波動ですよね。 はいまあ、この1、2、3、4、5の動き方、まあ、想定して前から聞、ね、いてたんですけど、ほぼほぼもうあの想定していた通りの値動きに今のところなっているかな、うん。東京レフトのこんな感じ。で、ファーストリテイリング1.4%上昇、まあ、強いですよね、19もいいので、空売り結構入ってるから、まあ、下がるに下がらないっていう状況ですよね。 で円安向かったんだけど、トヨタであったりは弱くて、日産自動車とかも横横、スバル0.21%上昇、まあ、円安関連銘柄はそこまで強くないから、あとその M3 であったりとか、まあ、ソニーとか強いんですけど、であのー、もう一つ、はい、これ前から言ってることなんですけど、もう一つ言っておきます、注意事項。今、日経平均は11月の高値期日意識されてます、日本株全体的に。 個別銘柄ごとにですねだから個別対応が必要だってことは皆さん言ってる通りです11月高値なんですよ M3 とかあと他にもいろんな銘柄ありますよこれに類似するようなね値動きしてるやつは11月高値からの半年後は5月15日なんですよ信用取引で高値で買った人たちは半年後には必ず強制決済買ったものは強制的に売らないといけないんですねこれ決まり事なんですよ まあもちろんその無期限の一般信用っていうのもあるんだけど、ほとんどの人はもう制度仕用で買えます。期日ある分で。買ったら半年後には売らないといけないんですねで。その前に決算があると。こういった銘柄は、まあ最悪そのね、信用期日最終のところまで、まだその油断は禁物なので、 売りが控えてますからね。少しでも高いところで売りたいっていうところで期日ギリギリまで待つ。まあ、期日一週間前ぐらいからやっぱし焦り始めて売りの手はどん,どんどんどん入りやすくなってくる。そういった傾向にあるんですよ。で、もしワンチャンこういった銘柄で、あの、例えば期日前に決算がありますと、ここで決算を、ガイドラインをミスしたら、期日待たずに、まあ、売りの手がガンって入るあのリスクっていうのはあるんですね。なんかそういった銘柄群だけはエントリーは慎重に慎重にやってもらったらいいのかなっていう、あの、そういったふうには思います。 じゃあ,あ、主力どころ戻りましょう。まあ、さっき言った通りね、あのドル円、円、ま、安、あ、に向かっているので、その関係でドルベースと日経平均はどうなるかっていうと、こういった形。これ、日経平均あることのドル円、海外投資家みたいな日経平均はこれなんですよ。ドル円の変動リスクを考慮した日経平均なんですけど、直近高値まで上がっていったその揉み込んでる試合なんですよね。海外投資家からすると、まあ、あの、ここ抜けてくれないかなみたいな、そういったイメージ。 だから、結構ね、やっぱ重要な局面だよね、日経平均っていうのが、ここでも透けて見える。じゃあ、トピックス。今日0.03%下落。まあ、あの、日柄調整ですね、ここもね。投落レシオン加熱気味なんで、その動きが全般的に出る。で、まだ出やすい。まだ120超えてるから、投落レシオン25日が。で、マザーズ、0.35%上昇。だから、日経平均、まずあの、トピックスよりも、マザーズの方が値、ね、動き軽いんですよ。 さあ、ここで優位性を見ていこうと。で、まず、あの、最初に見てほしいのが、日本株と米国株の優位性、まあ、どっちの方が値動きいいねんというところ。これ日経平均割ることの S&P500 で、分子が日経平均、分母が S&P500。要は、上がると日経、日本株優位で、下落すると S&P500、米国株優位というふうに判断するチャートがこれです。で、これは、今下がったところから上がってるので、目先、米国株よりも、要はその日本株の方が優位性があるよね。円安言ってるから。 そういった動き方になってるんですよね。だから最近、米国株もそこが動きしてるんだけども、日経平均の方がまあ比較的強い動き方している。そこはあのこの需の給の見方です。この優位性の見方です。やっぱその、この優位性のチャートを見ることってめちゃめちゃ重要で、やっぱし日本株の優位性が高いときにより積極的に投資した方がパフォーマンス良くなるんですよ。 要は、想定以上の利益が結果としてついてくる可能性が高まるんですよね。逆にこういった形で優位性が米国株よりも日本株の方が低いような状態になっちゃうと、そうなると、やっぱその日本株投資したけど思ったような、要はその期間内に思ったような利益取れないよねっていう、そういったイメージになるんですよ。だからここの優位性を見ることはめちゃめちゃ重要だっていうことは覚えておいてほしいです。アメリカ株、あの、そんなの関係ないやってないかなっていうわけじゃないですからね。マーケットは一つなんで。 で、NT 倍率、次見ていくのが。じゃあ、日本株市場の中での優位性はどうなの日経平均割ることのトピックス。上がると日経平均優位、下落するとトピックス優位。これ一旦まだ切り上がり傾向なんですよね。なので、トピックスよりも日経平均の方が優位性はある。直近トピックスから日経、あの日経からトピックスに移ったんですけど、今日単日で言うとトピックスから日経平均優勢だよねっていう動きになってるかな。で、対マザーズに関しては、 NATM 倍率。これ上がるとトピックス優位なんだけど、下がってきてるので、トピックスよりもマザーズの方が優位性があるよねっていうのが短期的に出てきてるし、あと NM 倍率。これ日経平均割ることのマザーズ。上昇すると日経平均より、下落するとマザーズ優位。で、これも日経平均からマザーズの方に優位性が出てきてると。まあ、そういった状況ですね。ね日本株が強いのに、やっぱりその、なんていうのかな、出来高が伴ってきてないっていうのが、私あるわけじゃないですか。で、それに関しては、あの、 ニュースとかにもなってます。日経平均、まあ、ガン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 日本株全体的に上がってるのに、要は、あれですよね。はい。上がってるのに、時価総額、時価総額っていうか、その出来高伴ってないよねっていうふうにバイバイ。まあそんなにその薄飽きないの中で上がってるっていうふうなイメージですよね、言ってしまうとね。で、やっぱそのゴールデンウィーク近いっていうのもあるんでしょうね、おそらくね。 ゴーールデンウィーク長期休暇が近いというところで安易にいやその前にポジションを取りにくいからあの長期休暇の前にどっちかっていうとやっぱその短期売買で稼げるところはいそういったところに短期マネーが集中しているイコール中小型株が強いという形だと思うんですよ。 売買代金ランキング見ても上位の方にグロース株とかってノミネートされてきてるんですよね。で、今まで最近まではなかったですよ、そういったのって。まあ、ちょろちょろってまあ50位以内に入ったりはしてるんだけど、より上位の方に来てるっていうのはほぼなかったと思います。グロース株が。なので、あのグロース株っていうか、まあ、中小型株がちょっとあの手が入ってるっていうふうに判断しますよね。判断されますよね。売買高ランキングでグロース株とか。 あのー、そこあたりの,あの市場の銘柄が入ってるってことは、ゴールデンウィーク前の動きが入ってるって感じかな。で、えっと、NM バイも下がってるんで、日経平均よりもマザーズよりまずは強い。すべて、そういったところ、超急化前の手口だよねっていうところですよね。で、日本の10年債り前にはちなみに4.68%です。はい。じゃあ次、あの米国株。えっと、昨日は79ドル下げですね。はい。万国日柄調整中です。 で、ストッキャー、RSI、MACD、こんな感じ。で、現状、ニューヨークダウン先物が下がってる、冒頭部分にとどりです。200ドルぐらい下がってるんですよ、現状ね。で、S&P500 に関しては0.01%下落。もう、ここもちょっと日柄調整っぽい動き。で、市場のファンシーにあらず、ビッグス指数、強指数が若干上がってきていて、パラボリックと冷やしたの距離が近いんですよ。トレンド転換しやすいんですよね。上昇トレンドに。あとは、MACD、この青のラインがオレンジのラインを下から上に突き抜けて、ゴールデンクロスを形成してきたら、アメリカ株、いよいよちょっとその、 下落を少し意識しとかなくちゃいけないよねっていう状況になるかもしれない。ちょっとあの MacD の動きをここから慎重に、あのパラボリック、このドットチャートが上昇トレンドを形成してくると MacD もゴールデンクロス入りやすくなるので、そこを睨んだ展開を見ててほしいかなと思いますよね。で、ビックス指数の MacD ゴールデンクロス、デッドクロス形成は、米国株急落急騰のスパイスなので、 すべての起点はここから来るんですよ。で、詳しい解説動画は、この動画を最後まで見てもらったら、サムネイルが4本バーンって出てくるんですね、画面にね。で、そのうちの爆撃戦略3っていう動画を見てもらうと、なんでこのビックス2の MacD の動きが重要なのか、なんでそこから急落急騰に繋がるのか、すべて解説してます、細かく。あの、よかったら最後まで見て、そこのね、あの動画確認してもらえたらと思いますんで、よろしくお願いします。まだ見てない人はね。 ビクシスはただ、これ、マック D ゴールデンクロス形成マナーしてないので、まだ決定的な急落のスイッチは入ってないんですね。で、ナスダック、0.03%上昇。まあ、ここあたりね、長期とラインがゴールデンクロス組みそうだから、なんか強そうな感じするんだけども、即指数が昨晩1.02%下がっちゃってる。これがやっぱり日本のグロース株っていうか、まあ、半導体株の下押し圧力になってしまっている。 ストキャーはまだ売られすぎの水準ではないです、ちなみに。5日移動平均、この水色のラインと青のライン、50日移動平均線がデッドクロスを形成すると、おそらく下押し圧力が強,い強まるんじゃないかっていうのは、この前皆さん言った通りです。なんでかというと、ここ、はい、ここの一旦のボトム、この青の50日ラインと200日ラインが意識されてるよう、ね、で、で、ここ、50日ラインぐらいまで下がって上がってるんですよ。 50日ラインとか、まあ、200, ここ200日かもしれないけど、まあ、大体50日ですよね。50日、結構重要な、ね、あの役割を最近果たしてるんですよね。なので、まあ、ここのボトムとかもそうなんで、なので5日と50日のデッドクロス形成すると、ちょっと下押し圧力が入りやすいのかなっていうふうに個人的に思ってます。はい、個人的にね。で、アメリカの中国型株指数、ラッテル指数は逆に0.22%上昇。じゃあ、もう一つ重要な指標を見ましょう。 グロース株とバリュー株、どっちが強いの問題。はい、これです。S&P500 のグロース株数あることのバリュー株数です。このチャートは。上がるとグロース株よりで、下落するとバリュー株より。これ、今、下がってるんですよ。ということは、グロース株からバリュー株の動きが、アメリカ株で出てるんですよね。で、その流れは、日本の方でも出てると思います。まあ、インバウンド関連銘柄もやっぱり最近強いし、まあ、バリュー株全般的に、銀行株も上がったりとかしてる。 強いじゃないですか。反面、その、グロース株っていうか、日本、まあ、半導体とか、そこあたりちょっと、その、押しちゃってますよね、たいね、最近ね。今日上がってきてる銘柄はもちろんあるんだけど、なので、アメリカの、その、バリュー株の優位性っていうところが、日本株マーケットにも出てる。これは、ここのチャートで確認されてるんですよ。で、そこから来るアメリカの昨晩のセクター別の騰落率。どのセクターが強くて下がってたのか、上がってたのか。はい。 一番上がってるセクターは公共セクター、ユーティリティです。はい。0.78%上昇。不動産セクター0.54%上昇に、ヘルスケアであったりとか、ファイナンシャル金融セクターであったりとか、一般消費財が上がってるよう。バリューガムですよね。上がってるので昨晩ね。で、逆に下がってるセクターは、コミュニケーションサービスセクター。これ、アルファベット、メタが入ってるセクターです。で、アルファベットに関しては、韓国での検索エンジンが、まあ、o g l e から、アルファベットの Google から、 まあそのビングでしたっけ確かマイクロソフトのものに変える、変わるかもしれない云々っていうのが出て、ここのセクターは弱まってしまっている。で、マテリアルセクター、エネルギーセクター、インフォーメーションテクノロジーセクターも昨晩下がってちょっと弱い動きしてる。横横からっていう状況です。なんで、バリュー株の方が優位性があるよねっていうのは、チャート上でもまあ確認されてますよと、セクター別の動きを見ても。それじゃあ個別銘柄どうだったの下がってる銘柄ク フォード。あと、ユナイテッテレス。これ、決算後の動きなんですけど、ニ,あのニューヨークダウの規模がめっちゃ高いんで、ちょっとね、下がってるのはきついんですよね。で、あと、ネットフリックス、決算後下げて、クラウドストライクであったりとか、まあ、インテルであったり、マイクロンテクノロジー、あと、テスラ。はい。あもう、これ、決算出てるんですけど、テスラ、あの、動いたりとか。で、テスラの、あの、時間外取引。これをちょっと見たいんですけど、 取引、はい、えっとね、これは今ですね、ちょっと弱くて、167.63ドル下がってる、まで下がってるんですよね。要は7%時間外取引で下がってるんですよ。要はこのプレっていうところですよね、たいね。えっと7、7%下がってる。で、テスラが強いから、米国株強いっていうのは、 結構真に迫るところあるんですよね。あの、最近の動きというか直近の動き見ても、テスラが上がったから米国株上がってきたよね。テスラが下がったから米国株下がったよねっていうのが、やっぱ出てるんですよ、傾向として。マーケットリーダーっていうか、そのテスラがアメリカ、まあ、ナスダックであったりとか、そこあたりを象徴するような動き方になっている。なので、時間外でちょっと押しちゃってるのは、 ヘコッーにとってはネガティブに、ね、やっぱしちょっと判断されやすい。で、今晩の動きが重要なんだけども、ちょっと弱いですよね、テスラもね。うん、で、上がってるセクターは逆にどこなの、はい、トラベラーズ、決算を休止ですね。アマゾン、デルタイアライン、あと、まあ、ジョンソンジョンソン、ゴールドマン・サックス、ウェルス・ファーゴあ、まあ、アップルとかも強いけどね、アップルとか、アドビ。 モルガン・スタンレーとかバリュー株が全般的に強いですよねこれパッと見て上位の方を見るとグロース弱くてバリューが弱いっていうのは出てるんですよ今晩テスラの動き注目ですよねどうなってくるかっていうところ、はい、重要ですよねテスラモーターですねでその他の指数欧州ユーロストック500.34%下落パラボリックこのドッっちハートと冷やしの距離感が近いのでちょっと下押し合わせ力入りやすくなってきてるここは ドイツダックス0.87%下落。これも下げてますよね。押してますよね。イギリス FTSE0.03% 下落。欧州のちょっと下落が入っちゃうと、日本株下がってくる可能性がちょっと高まるんですよ。なんでかっていうと、欧州株上がってる。ヘッジファンド儲かった。よっしゃ、日本株もやってやろう。投資を。日本株でも一儲けしてやろう。日本株に投資。この一連の流れがあるんですよ。欧州株強いから日本株にも投資してるってところの節があるらしくて、 そこのやっぱり動きが、やっぱその、もし、欧州株が、ユーロストック50とかがこれから下がってくると、日本株売りのスイッチがまた入ってくるかもしれない。まあ、そこだけはちょっと気がかりなところかな。で、ビットコインも下がってて390万なんですよね。で、ここまで下がるのは、まあ,あ、許容できる。ボリバンの調整、25日までいったら下がるのは、ここはまだ許容の範囲内です。ただ、ここのラインを割って、5日と25日がデッドクロスを組んでくると、この水色ラインと黄色のラインですね。 もう決定的にやっぱりチャートパターン壊れると思うんですよね。特にやっぱしここあたり、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインがボトムラインとして意識されて動いてるわけじゃないですか。そこを割り目ベースで下回ってくる、25日も回ってくる冷やしがあってなってくると、ちょっとチャートの形壊して、下押し圧力が入りやすいよねっていう形になりやすいんですよね。で、その他コモディティ。はい。コモディティとか見るんですけど、WTI 原油77ドル。エネルギー積クショいるですよね。で、ゴールド1998ドル。 まあここちょっと下がってきてて、ドル指数がね、あの、ちょっと上がるか下がるか問題なんですけど、アメリカの10年祭り前に3.56%かな。上が、上昇一服ですね、いったんね。ユーロドル。ユーロ買いなんですよね。ドル売りユーロ買いです。今。で、これが、これも、ボリバンの中央線25日ライン。この赤のラインであったり、黄色のラインが、 下への抵抗ラインとして意識されてるってことは、そこのライン割っちゃったら、ちょっと下押しになってる加速するよねっていう、そういった状況です。なので、現状の日本株であったり、米国株、欧州株、まあその他の市場の動きを見たんだけども、日本株に関しては、投資主体別売買動向のあの1兆円の海外税の買いが、ちょっとあの、いいです。ちょっといいです。 ビックス質は上がってるけど、まだ決定的なラインにはなってないから、米国株はどうなるかあれなんだけども、ただテスラがまあずっこけてる、まあ、アフターでちょっと下がってる7%以上、これはちょっとネガティブにとらわれやすい、まあ,あ、の情報なのかなって感じがします。で、25日には g a フ f a の決算ですね、マイクロソフトであったり、アルファベットの決算が出て、27日が、えっと、アマゾンやったっけな。で、5月の4日ぐらいが確か Apple だったと思うんですよ。まあ、そのスケジュール感で、市場の中心のこの決算が出てくる。 でやっぱどれだけいいのか悪いのか問題、めちゃめちゃ重要なので、今回もですねやっぱ景気後退懸念、リセッション懸念とか、まあ、出てるんで、年内まあ60から65%ですよね、景気後退懸念がね、うんそれを占うう上でも、あの決算、日本とアメリカ、で日本も一株当たり利益がさらに切り下がってこないかどうかってところ、まあ、そこを見なくちゃいけないという中で、まだまだそのなんていうかな一本調子に行くようなファンダの状況ではないと思うんですよね。 そこだけはやっぱり意識しつつ、しっかりと売り上がっていく戦法を取っていくというので、僕はあのいいんじゃないかなと。もうこれはあのずっとね、アドバイスしてることなんで、皆さんに、今更だとは思うんですけども、ただ、今、当たり前のことを当たり前に思ってあのしていくっていうのはやっぱりすごい難しいと思うので、特にやっぱり被って上がっていったらね、やっぱし欲が勝っちゃいますからね、勝っちゃう人の方が多いんで、 だからそこをしっかりとあの守備、攻防一体っていう形で守備意識もしっかり忘れないようにしとってもらえたらなっていうふうに思いますね。なのでまた動きあったらすぐ YouTube であったり Twitter で情報配信していくので最後によかったら皆さん僕のチャンネル登録とあと Twitter のフォローしとってもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あとメンバーさんもねさっきも言った通りあのデートレの勉強会近々やりますので近々ですね。で詳しい日程はまた後日あの皆さんの方にいつやるのかっていうのはまた通知したいと思います。 メンバーさん楽しみに添ってください。よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収